まうんですね、うん、まあ、最後に、はい、今年の2021年のプロ野球、残念ながら中日とかカープは、まあ、に上がってこれなかったと、はい、で今 の, そのコロナになってから の, その野球のやり方っていうのもルールとかもだいぶ変わってきてるじゃないですか、うんうん、中野さんから見たときにやっぱりこうどんな風に映ってますか今の野球っていうのは。はい、コロナに負けないプレーボール野球ボール。今ね、もう9回打ち切りでね、はい、あの引き分けとかが本当増えたんで、うん、ベンチとしては選手使いやすいと思いますね。ああ、なるほど、はい、もういい選手からどん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 こういけるようになるんで、うん、後のこと考えなくていいじゃないですか、はいはい、うん、だからです、ね、まあ、ベンチとしてはやりやすいんじゃないですか。うん、あと沢村賞に関してもやっぱこういろいろこう言われてるじゃないですか、沢村賞の、ね、規定に基準、うん、お二人どう思いますか。今どんな基準なの沢村賞は。沢村賞はですねいや山田さんとかがね、そうそう、こうレベルがちょっとこう低くなってるから、ね、そうですね、もっとこう高いレベルで争ってほしい。関東が何試合以上ないといけないとか、うん、なんかやっぱりいろいろあるみたいです、うん、ね、あるけど、もう昔の基準とは全く違うから、うん、そうですね、そのいつも言うやん、うん、俺たち OB の人たちもそうだけど、どっかでもう線引きしとかないと、うん、もう時代が違うってことが分かったからなんだよな。そうですよね、だから100球で抑えられたりとか、うん、そういうのあるし、関東って、そうですね、で本人はしたいけど球団があの、うん、まあ、監督コーチが止めるとか、トレーナーが止めるとかあるから、うん、でそこはもうなんだろう、それに合ったやっぱし、だから沢村賞でもそうだけど、まあ、盗塁でもそうだよな、うん、そうですね、4人出てるわけやから。そうですね、盗塁王が24個でたら盗塁は30球以上になったら盗塁をダメとか、そういう気になってしまうやん、はい、なりますね。だからでもそういう全く野球の次元が変わってきてるってことをもう OB も俺たちも分からんかよねいや盗塁がねやっぱり少なくなってるのは、はい、ピッチャーのクイックがやっぱり速くなってるんですよ。あ、昔はねそんなクイックやるピッチャーいなかったもんね。あ、うん、なるほどですね、うん、だから最近のピッチャーは本当クイック速いですよ、はいはい、でさ、うん、ベンチでさ測ってるあのストップウォッチある、うん、俺いつも思うけどこうやってさコマ何秒出てくるやん。いや、いろんな人が押したら時間変わってくるわけ確かにでもなんだ数字的に言ったらピッチャーが投げて昔からそうなんだけど、うん、ピッチャーが投げてキャッチャーがセカンドに行く秒数と走った秒数は絶対アウトになるんだよな。うん、あの秒数ってさ27点いくつって、うん、秒数で測ると、うん、で何秒ってみんなこうストップ持ってるけど、もう俺あんなの持たれたら野球だったらできなくなってしまうと思うよなあ、うん、でもねそのピッチャー投げてキャッチャー投げました、はい、ショートセカンドが取りました、そのタッチする時間があるからね。そう、この高さがあるもんね、うん、そう本当にそう滑り込んでくるところに来ればそのまあそうです ね時間だけどやっぱりこうそれたりもする。だから俺は走ってる時にキャッチャーがこの高さに投げてくれたらセーフになる気持ちでいたから、うん、この時間があるんでそれをリードとスタートを補って、うん、この時間で勝負できるっていう、うん、あとこっちへ揃うとこっち側に揃うとこでもっと勝負できるんで、うん、だから困るのはここへ来るのが一番困るだけだって、うんうん、今はね本当クイックやってくれるから、うん、まあ、そうですよね楽って、うん、こういう言い方しちゃいけないだろうけど、まあキャッチャー目線からするとそうですよね、うん、でもそうは言ってもほら伊藤が50走ったからね、うん、何年か前、うん、そうですね、うん、吉子さんが、うん、オリックスのコーチの時ですね、うん、50走って盗塁を取ったからね、うん、ただそうやって見るとまあ一概にはいないっていうところはある、うん、ただどうしてもボールとかやっぱ野球が変わってるからやっぱ打つ方もバットも変わってきてるやな。だから走らせてここで失敗するよりはちょっとっていうところがあるかもしれない。1点2点の野球じゃないもんね今。そう俺たちはピッチャー良かったらもう1点2点やん。そうですね、
で3点取ったらもう「あごめんもう点取らんでいいから逃げるわ」っつってエナスさんが来るわけやん。で中日の内島来たりとか、要は先行したらもう7回から「すいません私はもう攻めません」と絶対守備に徹しますっていうチーム状況だったもんね。そうですね。で巨人もそうやん、どっちかといったら、うんうん、そうですね、うん、確かに。だから一概にはもう言えんよね。だから切り替えて物事を喋っとかなあかんし。そうですね。だって大谷選手見た時にさ、スーパーマンやろ。スーパーマン、超スーパーマン。そうやろ。で俺たちがとにかく言う問題じゃないやろ。で日本の盗塁数より26個で盗塁王やからね。そうですね。24の上行ってるんだから。そうそうそう。ですごいのはこれはもう、まあ、大谷でセーフティーバントするやん。あるします。するやん。で、みんな大谷のこと戦いやん、うん、な。で、で俺たちも大谷セーフティーバントすげえと思うやん。でも、王さんがセーフティーバントとかそうっすね。そういうことやからね。俺でも王さんセーフティーバントは見たことねえか。ないって。ないな。で、したら、おーってなるやん。なるね。なるやん。でも大谷がしたら、おすごいなって、うん、要はもう完璧にバランスがいいやん。そうですね。打つだけじゃなくて、うん、投げて走って、ね、まんまるやん、うん、もうそういう面では次元が違うなって見てても、うん、でも野球ってさ、やっぱり昔からさ投げて打って走ってじゃん。まあそうだよね。そこで変わってし、うん、途中で変わってしまうからね。だからなんていうの、高校の時にこんだけ投げれたのにプロ入ったのなんで中何日やとかさ。そうそう、今そういう風になってるやろ。あるね。大学でもそうです ね連投聞くのにプロ入ったのなんでそれやらせへんの、うん、っていうのも、ね、まあこの、ね、年数の問題もあるだろうけど、うんうん、まあ世の中どんどん変わってからね。だって今中尾がいたらさ、だって走って打ってて投げれるキャッチャーやからね。ああそうですよね。三拍子やからね。はいはい。カイキャノンとか、まあ、いろいろやってますけど、やっぱり中尾さんが今の時代だったらもうまた特別なスタイルキャッチャーだと思うよ、俺は。ですよね。うん、本当そうですよね。時代が悪かったよね。まあ、そんな感じですね。はい、本当もう楽しい話ありがとうございました。今日はありがとうございました。いや、またね、あの今回だけと言わず、はい、また2回、3回、はい、ぜひいつでも読んで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。もう難しい、年上なんだけど同級生みたいな感じ、年上だけど一緒に喋ったのかってめっちゃもういいんじゃないですか。はい、すいません。という感じで吉岡さんが許す。やった、ありがとう。本日はありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。いいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。本日もありがとう。はい、もう一回、はいはい、いくよ。はい、真面目いこう。真面目に真面目に真面目に、はい。